ひさるき。最近、保育園で保母さんをやっている友達に聞いた話。その子が行ってる保育園って、お寺がやってるとこで、すぐ近くにお墓があったりする。お墓に子供が入っていたずらしないように、周りに柵がしてあるんだけど、柵の尖った先っちょに、虫やトカゲなんかが、 串刺しになっていることがよくあるらしい。園児のいたずらかもしれないけど、お寺も兼ねてる保育園だから、結構人の出入りは多くて、広場で小学生なんかがしょっちゅう遊んでるから、誰がやってるのかわからない。まあ、鳥のせいかもしれないし、って感じで、誰も大して気にはしていなかった。ところがある日、 その柵に、モグラが刺さっていた。さすがに哺乳類はグロいんで、すぐに園長先生が片付けてくれた。で、しばらくすると、今度は猫が突き刺さっていた。これはさすがにひどかったんで、ほぼさんやお坊さんが集まって、誰の仕業か、どうしたらいいのかって話をした。でも犯人はわからないし、 再発防止の明暗も出なかった。結局、どうするんだろうねってムードで、だらだらと時が過ぎて、ある日、うさぎが刺さっていた。保育園で飼っていたうさぎだった。これは友人が見つけたらしい。早朝にお坊さんがお墓の掃除に行った時にはなかったのに。その日はたまたま、友達より早く来ていた子供がいたんで、 その子に何か見たって聞いてみた。その子は一言、ひさるきだよって答えた。ひさるきってなにって聞いてもうまく説明できないみたいだった。後で他の子にもひさるきのことを聞いてみた。みんな知っていた。でも誰もひさるきがどんなものなのか。 説明できなかった。子供たちは、ウサギが死んだのをあまりかわいそうだと思っていないようだった。なんとなく、しょうがない、みたいな感じで覚めていた。変だと思ったのは、ひさるきのことは、エンジの親も知らなかったこと。子供がそんな言葉を使っているところも、誰一人覚えていなかった。 テレビや本のキャラクターでもない。するとほぼさんの一人が、昔そんな名前の絵を見たことがある、と言い出した。子供が描いた絵は返してあげるので、保育園には残っていない。ただ、絵を描いた子が、そのほぼさんの近所の子だったので、覚えていた。その子に聞いたらと友人が言うと、そのほぼさんは、 引っ越した、と答えた。そして、その引っ越しが変だったんで、覚えている、とも言った。挨拶もなく、急に引っ越していったらしい。さらに不思議だったのは、引っ越す時にちらっと見たらしいんだけど、その絵を描いた子が、両目に眼帯をして、車の中に座っていたんだって。 それで、どこへ行ったのかは分からずじまい。それから鶏が串刺しになったのが最後で、ひさるき騒動は終了。結局犯人も、ひさるきの正体も分からずじまい。前みたいに、虫なんかは突き刺さっているみたいだけど。以上で終わりです。誰か、ひさるきって、 知ってます